カマイナス22カモフカマイナス22はソ連空軍向きにカモフにより開発された回転翼機である。この実験的な固定翼付き回転翼輸送機は垂直離着陸できるヘリコプターと巡航飛行時には固定翼機としての能力を併せ持っていた。カマイナス22の搭載量は大きく、アントノフはマイナス12と非研修量大きさの貨物を運ぶことができた。 高度と速度でこのクラスの8つの世界記録を樹立したが、この記録はどれも現在でも破られていない。カマイナス -22 は固定翼機の主翼先端の上面にローターを備え、核翼の先端についたエンジンで原意識の4枚ブレードのプロペラとミルミマイナス4から派生した直径のより大きなローターの双方を駆動した。試作機は当初 5900SHP を発生する。 t b 2 v k エンジンを装着していたが後に 5500SHP を発生する DE-25VK エンジンに換装された。胴体はガラス張りの機種の上に三座のコックピットがあり、主貨物室は80隻か16.5トンの貨物を搭載できるほど大きくかさばる貨物を搭載するために、機種全体は右側に開いた。ヘリコプター飛行の時には、 プロペラの駆動力は解除され、フラップは90度下げ位置にされた。固定翼機飛行状態の時には、ローターは自由回転に任され、飛行の制御はエルロンと尾翼でいった。二重車輪の降着装置は固定式であった。ヘリコプターの有効航続距離を伸ばすために、カモフ設計局の技師はヘリコプターに翼と固定翼機の推進システムを取り付けるという設計を行った。 1954年に提案が承認され3機のカマイナス22が製造されることになったが、開発プログラムは遅延し1956年3月28日に、試作2号機と3号機はキャンセルされた。カマイナス22は1959年6月17日に初めて浮上し、1959年8月15日に初の自由飛行を行った。 深刻な操縦性の困難さが発見され問題が解決されるまで発注は延期された。1960年7月に3機のカ -22 の製造命令が出た。その短い運用期間の間にとにより操縦されたカ -22 は8つの世界記録を樹立した。1961年10月7日に車輪の多いとコックピット後ろに 成形オイを取り付けたかマイナス -22 が時速 356.3km のクラススピード記録をその後で車輪のオイとコックピット後ろの成形オイを取り外して1961年11月24日に 16,485kg の米ロードを 2,557m の高度まで持ち上げた。百六十二年八月十八日に受け入れテストのために モスクワへの飛行の中継地で、マイナイ2 2ナス0 1号機は左に傾き横転大破し、搭乗員全員が死亡した。事故原因は、ローターの臨境ジブで発見され、さらなる検査の結果残りの3機のうち2機に同様の欠陥が見つかった。その後、安定性と操縦性の改善のために複雑な作動自動操縦装置が取り付けられた。この装置は、姿勢と 核加速度を感知して操縦系統に伝達するものであった。1964年8月12日にソ連空軍内でテスト中の多いマイナス号機が墜落した。この機体は意図しない右旋回に入り、立て直そうと努力している間に急降下に入った。機体を放棄する命令が出され3人の搭乗員が命拾いしたが、操縦士の大佐と機関士のが命を落とした。 この事故の後、すでにミルミマイナス6が大型ヘリコプターとして実用化されていたこともありかマイナス22の開発プロジェクトは最終的に放棄された。結局2機の残存機の例 I-02 号機と例 I-04 号機はスクラップにされた。ある種オートジャイロである種ヘリコプターであるかマイナス22は、冷戦期間中に1961年7月9日の 航空記念日に、モスクワで、唯一一回だけ西側に公開された、ソ連ソ連空軍、コマフカマイナス -22。ありがとうございます。